レバレッジ投資家一木です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、そろそろねアメリカリセッション入りというのがね見えてきてるんじゃないかなと思っております。今年のね初めファングプラスは私は高いから買わないよと言って思いっきり反感をね食らいまして、そしてその後ねドルコスト平均法もおいおいそれ本当に大丈夫ですかという話をねして、さらにね反感を買っている中、そろそろ私の言ってることがね正しいんじゃないかという状況にね陥っていくんじゃないかということがありますので、まあ暴落がね来る前にということで、しっかりとね投資の戦略っていうのをね立てておきましょうという意味も踏まえて、再度アメリカの現物のね株の取引は短期であろうが長期であろうが投資戦略に変わりなしと、まあ、世の中ではね短期と期でね戦略変わりますよなんていうことを情報発信している方がいますけれどね、もってのほかだと。アメリカの現物の株の取引において CFD とか先物とか違いますよ、現物ですよにおいてね短期だろうが長期だろうが投資戦略に変わりなし。今日はねこちらの方を皆さんと情報共有していきたいと思います。それではスタートです。モッピーお小遣いゲット作戦。モッピーのポイントは現金に変わる。モッピーまだね登録されていない方は説明欄にモッピー登録用の URL を貼ってあります。完全無料で登録できますので、まずはモッピーを登録してください。けれど五木さん、結果モッピー登録してもモッピーでお金使えへんとポイントってたまらへんの違うのと思われた方、そんなことはありません。第二の収入ポイ活、副業するより楽、クレヒス強い人収入アップというね動画の方を作っております。これを見ていただければモッピーでお金を1円もね使わなくてもポイントがザクザク溜まっていくというねことが理解していただけると思いますのでね、まあ、こちらの方を見て、そしてその後ねポイントをザクザク貯めていただいて、モッピーのねポイントいざという時に現金に変えて使ってくださいと。月の方は今ね4万ポイントほど判定中の方も含めてポイントゲットしているんですけれども、まあ、ファミリーマートのね T ポイントカードっていうねクレジットカードを時の段階で発行しましてね、6500ポイント判定終わりまして、しっかりとね6500ポイント、ポイントがね付与されたということになります。まあこれで6500円ゲットだぜということになりますので、まあ次はね500ポイントの案件をね今進めていっている状態になっていきますので、まあ年間10万ぐらいはねポイント貯まるんじゃないかなというふうに考えております。さあ、なんでねアメリカのね現物の株式の取引においてね短期の戦略と長期のね戦略がね変わってくるのかということでね、皆さん不思議に思いませんかという話なんですよね。株のね原則っていうのはね一つです。株は安い時に買って高い時に売るというね、もうこれを実行していくか実行していかないかということが、まあ、資産形成の分かれ目になってくると。ただね長期投資家でなおかつドルコスト平均法、いわゆる積み立て投資をされている方っていうのはね、ここがね弱いんですよね。何が弱いかというと、長期投資ということである、だけで、まあ、10年後20年後30年後のことを考えてね、まあ、投資戦略を組まれているんですよね。そうすると例えば今の価格から30年後のね S&P500 の基準価格を見たときに、今のS&P500 の価格っていうのはバーゲンプライス、激安価格だということなんで、1日でも早くね S&P500 もしくはナスダック100、ファングプラス、インデックス投資、特に投資信託を始めるべきだという考え方なんですよね。この考え方自体は私は理解しようと思えば理解できます。ですけれども、わざわざ今安いね商品があるのに高いインデックスを買う必要があるのかというところ、そもそも論として積み立て投資ドルコスト平均法っていうのが本当にね投資戦略としてね理にかなっているのかどうかというところで、一部の人には理にかなっているかもしれませんけれど、大多数の人に理にかなっていないからこそ、長期投資ドルコスト平均法積み立て投資でね10年20年30年積み立てていこうと思った人たちが、結果蓋を開けてみれば投資信託の保有期間が日米合わせてですよ、
4年前後ということになってくると、いや20年先まで積み立てるつもりじゃなかったの、え30年先まで保有するつもりじゃなかったのっていうような人たちが結果4年経たずに辞めていっていると、なんでやねんっていう話でしょ。簡単な話ですよね。高い時に買ってるからじゃないんですかということで、今、ファングプラスとかね、まあ、ちょっと調整くらって下落してるぐらいです。この動画を回しておりますのが8月の2日金曜日、まだ今日のね、マーケットが開いていないね、日本時間の、まあ、午前中にね、録画の方をしているんですけれども、まあそこのね、高値圏内のファングプラス購入してて、次暴落が来て、ああ、やってしまったというね、ことになって、そして、結果、損切り、もしくは利益がちょこっと乗ってる間にね、もう売却して、やっぱり俺には投資は向かないぜ、とか思って、まあ、投資の世界から去っていく人たちが多いという現実ですよね。これを踏まえていくと、初めからね、インデックス投資でも高い時は買わなくていいですよね。安くなってる。例えばインデックス投資、私は暴落の基準っていうのは S&P500 が 20% 下落して弱気相場入りすれば、こっから先はまあ暴落につながっていくというふうに考えてますから、 S&P500 が 20% 安くなってから毎月購入を始めて、またね S&P500 が元の価格になったらね買うのをやめたりとか、もうある程度ね毎月購入していきながらスポット購入で大幅に、要は S&P500 が 20% 以上の下落になった時に入金してしまえば終わりだというふうにね考えているわけですね。ですからインデックスが全体的に高くなっている時はインデックス買わずに何を買うんだということでね、まず一つ、買うものがないんだったらその分、投資信託を買うお金を毎月貯金しておくということですね。そして下落した時に大量にスポット購入すればいいだけですし、まあ株っていうのはね、インデックスが高い時でもね必ずね安くなってる商品っていうのがあるんですよね。あれなんでこの企業めちゃめちゃね企業価値が高いのに株価だけが 置き去りにされてるんだというような企業が必ずあるわけですよ。まあそれにね、投資をしていくということもね、全然問題がないということに、ね、なってきますので、アメリカの株式っていうのは短期の取引であろうが、長期の取引であろうが、関係なしに安いものを買ってね、長期保有していく、短期で売買していくというもんなんですね。ここを勘違いしてる人たちっていうのは、長期投資っていうのは、毎月毎月ドルコスト平均法をね、やっていってる人たちだと、安い時も高い時も買わされる。為替が安い時も高い時も買わされる。ということでね、まあ、株と為替をね、常に安かろうが高かろうが買っていくのがドルコスト平均法、積み立て投資ということになっていくんですけれど、これが本当に正しいのかというところもね、頭の片隅に置いて、安い時だけ投資信託買ったらダメなんですかと、高い時に買おうと思っていた分をストックしておいて、安くなった時に大量購入して、それを長期保有していけばいいんじゃないですかということことでね、別にドルコスト平均法で毎月買わないといけないという話じゃないですよ。毎月買おうと思ってる金額を貯金しておいてもいいんじゃないんですかと、これを言うとね、そんなん いつ安くなるかわからないとかっていう人いるんですけどね、いやだから S&P500 が 20% 下落したら買い始めたらいいんだっていうね話で、そして暴落中の買い方っていうのもね別動画で作ってますよね。そうです、 S&P500 が 20% ぐらいの下落になりそうだなと、例えば 15%、16%、17% ぐらいになったら、そこから買い出しスタート、毎日購入ですよ。投資信託なんていうのはね、購入しよう、売却しようと思ってもね、2営業日かかりますからね、自分の欲しいところでなんか買えるわけじゃないんですよね。じゃあ、こう下落していってる時に、いつのタイミングで買うんだ、毎日購入スタートですよという話に、ね、なっていきますんで、まあ、このあたりのことっていうのは別動画でも出しておりますんでね、まあ、過去動画どんどん見ていただければいいと思います。ということになりますので、短期の戦略でも長期の戦略でも一緒。株は安い時に買って、そして保有していく。それが短期であれば短期、長期であれば長期保有ということに、ね、なっていきますので、短期の買い方と長期の買い方違いますよなんて言ってる人はね、株式の根本が理解できていない。株の、勝つ、方法、みんなが知ってること、安い時に買って高い時に売る。高い時に買うからね、損切りしたりね、投資の世界から去っていったりするんだということになります。
最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。